どうもこんにちは。今回はですね、写真の色味を変えていこうと思います。写真の色味を変えるという点で代表格と言えるのはホワイトバランスですよね。色温度を変えるだけで夕日っぽくなったり、爽やかな朝っぽくなったりしますからね。あとはこのレッドは高くすると空赤くなるし、グリーン、ブルーなどなど、ホワイトバランスでよく使われるのは、夕日をきれいに見せたいときは色温度を高くするよね。高くするよねみたいなのはよく見ますよね。はい。であとはカラーライズ、カラーゾーン、カラー調整と並んでおりまして、このカラーライズはですね、そうだな、イメージで言ったら一旦この画像を白黒にして色全部抜いて、でこの色を乗せるみたいな風に捉えております。こんな感じですね。サイド落としたり、僕がよくやるのはこのセピア調ですね。でもこれはどぎつすぎるので、この丸ボタンを押してブレンドモードって言うんですけどね、これで関わり具合を調節してこうとかしておりますね。これでも夕焼けっぽくはできたりもするんですけども、こんな感じ。で、カラーゾーンというのは上から色をのっけたりするわけではなく、その元の色をどういじるかっていうふうになります。例えばこの緑の写真の中の緑色をいろいろね変更したいときは、例えばこのスポイトマーク押して四角でこうやってあげるとね、選択した色がここポイントが打たれますので、これをいじってやると、これ明度ってなってるんで緑の明度を上げるよ。ほら、明るくなったと思うんですが、ちなみにこのポイントは右クリックで消すことができます。はい。今回は緑色だけを変えたいんで、そういう時はね、別にスポイトを使わなくても直接こんな風にしていじってもいいんじゃないかと思います。ポイントが一つの時は全部線が動きます。増やすに従ってこうグネグネ変わるわけですね。明度を落とすと深みが出るような感じがしますね。ビフォーアフター、ビフォーアフター、こんな感じです。緑のサイドを上げるってなるとこんな感じですね。ビフォーアフター、あんまり変わんないかな。ビフォーアフター、鮮やかになりました。色相なんてのもあります。これはちょっとややこしいですね。緑色を別の色に変えます。こんな感じ。
まあ、今回はですね、目立った色が緑だけだったんで良かったんですけど、これがカラフルな画像になると他の色も引っ張られちゃうんで、引っ張られてね、別の色に変わっちゃうんで、ちょっと使うのがこれ難しいなぁと個人的には思います。はい、で次カラー調整ですね。これは白い点が明るい部分、黒い点が暗い部分を表しています。明るい部分の色をこっちに寄せたい、暗い部分の色をこっちに寄せたいみたいな感じで使いますね。だいたい真反対に持っていくとすごいちょうどいいというか、うん、こういう風にガラッと雰囲気が変わるんでね、面白いんじゃないかと思います。サイドを上げて見るとわーどぎついですね。やっぱ1ぐらいがちょうどいいのかな。まあ、わざとどぎつくしてこのブレンドモードでかかり具合を調節みたいなやり方もできますね。うん、さ、駆け足でしたがいかがでしょうか。色味の変え方ですね、こんな感じです。参考になりましたでしょうか。それではまた、さようなら。